東芝が公開したのは福島第一原発3号機の格納容器内を調査するための水中ロボットです。3号機の格納容器内はおよそ6メートルの高さまで水が溜まっていることが分かっています。核燃料が溶けたデブリと呼ばれる物質がある可能性があり、廃炉を進める過程でデブリを安全に取り出すために必要な情報を集めるのが目的です。 水中ロボットは両手で持ち上げられるサイズで線量計も備えリアルタイムに撮影した映像や放射線量のデータが得られますただ格納容器内の物質を持ち出す機能はなく水中で連続稼働できるのは10時間以内と想定されています